おはようございます。いつもは日曜日走るんですけど、今週は土曜日走ってます。今日は今シーズン初で赤城山ヒルクライムのコースを走ろうと思ってます。今日出発がいつもより1時間早いんで、ちょっと景色が違いますね。太陽がまだ低いです。自宅から赤城の山のヒルクライムコースまでは25キロぐらいあったと思います。今日はいつもはお世話になってる自転車屋さんのクラブライドを参加してるんですけど、今日は自分たちのチームで赤城壮行会です。今日はいつもとコース違うんですけど、間違えていつも通りのとこ来ちゃったんで今戻ってます。久々のサイクリングロード。Vlog 撮り始めて今日で撮影的には4回目なんですけど、アップロードというか編集の方がまだ2回目の最初までしか編集できてなくて、このペースでいくとどんどん差が開いちゃいそうなんで、相当ざっくりいって、なるべく撮影から編集までが間が空かないようにしようかなと思ってます。時間を置いて編集してると結構撮影の時には気づいてなかったこととか、編集しながら入れとけばよかったなとか思ったりすること多いんで、いやでもドリキンさんがドリ散歩を出す気持ちがなんか分かった気がしますね。私ごときがなんですけど、ドリ散歩を見てると休みなく喋ってるイメージなんで、編集のこと考えると割とタイトめにどんどん喋っていった方が後で編集するときは楽なんですよね。2回目の撮影の時に一応1回目の反省を踏まえた感じで、喋ってはちょっと詰まったりしたらもう1回やり直してっていうのを続けてたんですけど、それやっちゃうと後から編集大変になるし、あとはサクサクカットする方法も分かったんで、話しっぱなしというか喋っちゃって1回のトークをタイトめにした方が効率いいかなと思ってます。